谷村達美さん、池富聖香さん、新井萌さん、茂木蓮さん、鈴木翔吾さん、相馬清介さん、天尾恭介さん、そして佐藤仁監督です。麻美役を演じました有村架純です。今日はお越しいただきありがとうございます。優役を演じました竹富聖香です。ひろこ役を演じました新井萌です。拓哉役を演じました森蓮です。力士役を演じました鈴木翔吾です。皆さんこんにちは。与平を演じました浜尾恭介と申します。皆さんこんにちは。監督の佐藤仁です。まさかですね、公開初日の舞台挨拶のこの場で、控室でピクルスを山ほど食って歯に挟まったまま皆様の前に、出るとは思いませんでしたが、一生懸命歯に物を挟めながら、頑張っていきたいと思っております。演じる上ではどんなところに気をつけられましたか？そうですね、すごい皆さんと掛け合いのシーンが多いなと思ったんですよ。なんで自分で考えたっていうよりは周りのキャストのかすみちゃんとかもう監督さんとか萌えちゃんとかとみんなで考えて撮影に取り組んでました。こういうシーンはこうやってやった方がちょっと面白いんじゃないって言ったり、ちょっとみんなでアイデアをなんかやって、そうですね、はい、じゃあみんなでアイデア出し合って有村さん割とみんなで仲良く撮影進めていきました。すごく仲良かったよね。仲いいんですよ。あ、仲いいですか。そうなんです、はい、ですか。なんかね、もう和気あいあいとした雰囲気がね、今日もあの楽屋から伝わってきましたけれどもね。まあ今回の役どころはね、ギャルと申しましょうかね、かなりこ う, そうです ね, ね、こうちょっと飛んだような女の子の役だったんですけれども、普段こうポケットに手突っ込んで歩いたりとか、あとなんていうんですかね、こう自分もリアル学生で制服を着てるんですけど、このひろこの衣装がまた短くて、こうあ、ギャルってこんな感じなんだなって思ったりとかすごいしましたね。もしもタイムスリップできるとするならば、周りがクスクス笑ってますけれどもね、いつの時代がいいかなというのをぜひ森さんに伺いたいんですが、あの僕はあの次男で、あのトイレにやっぱりウォシュレットが時代だったら、まあ、どこでもいいかなと。かなり切実な問題ですね。それは突っ込んでいいんですかね、そういうとこは。あ、すいません、なんか俺が滑ってみたいな話、すいません。はい、かなり皆さん戸惑ってらっしゃるみたいな衝撃の発言でしたけれどもね。なるほど、そうですか。やっぱり文明の利器にはかなわないといったところでしょうかね。そうですね、やっぱり、素晴らしいことだと思います。やっぱり見どころは縦のシーンじゃないかななんて思うんですけれども、いかがでしたか、実際にやってみて。はい、ついさっきやっとピクルスが取れたので、すごいまともに喋れるようになったんですけど、はい、ご報告ありがとうございます。はい、縦でしたね。ちょこっと変わった武器かなっていうのも使ってたりもするので、そういうものをこうちょっとダイナミックにやったつもりで、そこも僕の5作演じるところの魅力かなと思っておりますので、そこに刮目していただけたらなと思っております。僕も実は縦のシーンがあります。そこを結構ね、迫力あると思うので、ぜひ皆さん、これから見てください。お願いします。上演前なのであまり詳しいことはちょっと言えないんですけども、この映画はそのタイムスリップしてしまうっていう、まあ普通だったらありえないことなんですけども、その中でその私たちが成長する姿とか友情とか、本当に笑って泣ける感動ストーリーになってると思うので、最後まで楽しんで見ていてください。どうもありがとうございました。本日ご登壇いただきましたのは有村架純さん、竹富聖香さん、新井萌さん、森蓮さん、鈴木翔吾さん、相馬清介さん、天尾恭介さん、そして佐藤仁監督でした。どうもありがとうございました。